トルステン・フィンクは、ドイツノルトベストファー練習ドルトムント出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。地元クラブの SV、ローランド・マルテンでサッカーを始め、16歳でドイツブンデスリーガに属するボルシア・ドルトムントの育成アカデミーに入った。18歳でプロ契約を結び、 セカンドチームでもプレーしたもののトップチームでのプレーはなかった。21歳で当時ドイツ分リーが2部に属していた SG バッテンシャイト2遺跡。同クラブでは主力のボランチとして活躍し125試合に出場。ドイツ分リーがへの昇格を果たした。現在でも同クラブのドイツ分リーが一部最多出場記録を保持している。1994年末、 同じく当時ドイツ分で3が一部に属していたカールスルー SC に移籍。同クラブではリーグ戦の他にも DFB ポカールや UEFA カップにも出場し、公式戦120試合で19得点7アシストを記録した。1997年7月、同僚のミヒャイル・タルナトと共に FC バイエルン・ミュンヘンに移籍した。 ちなみに1991年から1997年までは、例年のように、オリバー・カーン、オリバー・クロイツァー、メーメット・ショル、ミハイル・シュテルン・コプフとカールスルー・エース・シーの主力選手が FC ・バイエルン・ミュンヘンに移籍していたが、フィンクの移籍以降今日までこの流れで移籍した選手はいない。FC ・バイエルン・ミュンヘンでは、序盤にトラパットを2監督及びウォットマー、 ヒッツフェルト監督の信頼を勝ち取り、7シーズンにわたって、主力の守備的ミッドフィルダーとして、ステファニエフェンベルク、カルステンヤンカー、エウベル、ハサン・サリハミジッチ、アレクサンダー・ツイックラー、バスティアン・シュバイン・シュタイガーらで構成される、攻撃陣を中盤の底から支えた。リーグ戦の他にも DFB ポカールや UEFA、チャンピオンズリーグを含めた、 公式百2 3 6試合に出場し球得点11アシストを記録。トヨタカップや UEFA チャンピオンズリーグで優勝を果たしたほか、ドイツブンデスリーガ優勝4回、DFB ポカール優勝3回、DFB リーガポカール優勝5回と輝かしい実績を残した。2003から4年シーズンより当時ドイツ3部に当たった、ドイツレギオナルリーガに属していた同クラブの セカンドチームに所属。基本若手選手のみから構成されるチームで若手をリードする経験豊富なキャプテンとして3シーズンにわたってプレー。公式戦90試合に出場した。膝の怪我の影響を回り、2006年7月に現役を引退した。2006年9月、オーストリアブンデスリーガーに属する FC レッドブルザルツブルクで当時スポーツディレクターを 勤めていたオリバー・クロイツァーに誘われ、同クラブのセカンドチームに当たる FC レッドブル、ザルツブルク・ジュニアーズの監督に就任。オーストリア3部に当たるオーストリア・レギオナル・リーが西部で優勝し、オーストリア・ブンデスリーが2部への昇格を果たした。同クラブ在籍2年目になる2007から8年シーズンは、序盤にトラパットを2監督の元トップチームのコーチを務めた。2008年1月、 当時ドイツ3部にあたるドイツレギオナルリーガに属していた FC インゴルシュタットレイ4の監督に就任。ドイツブンデスリーガ2部への昇格を果たした。2009年7月、スイススーパーリーグの FC バーゼルの監督に就任。同リーグでの2連覇を果たし、2009から10年シーズンでは、スイスカップでも優勝した。2009から10年シーズンには、 リーグ戦36試合で90得点を記録し、スイススーパーリーグの最多得点記録を更新した。2009から10年シーズンには、UEFA ヨーロッパリーグ本大会、2010から11年シーズンと2011から12年シーズンには、UEFA チャンピオンズリーグ本大会出場を、果たし、AS、ローマ等を破り、マンチェスターユナイテッドとは、グループリーグで引き分けた。 2011年10月17日、ドイツブンデスリーガに属するハンブルガー SV の監督に就任した。FC バーゼルとの契約が残っていたが、ハンブルガー SV が違約金を支払うことで、フィンクの監督就任を実現させた。監督就任当時、ハンブルガー SV はリーグ再開の位置にあったが、シーズン中での立て直しに成功し一部残留を達成した。 2012から13年シーズンでは最終節に UEFA ヨーロッパリーグ出場権を逃したものの最終順位を7位に引き上げた。2015年1月、ファーストディビジョンのポエルニコシアの監督に就任。リーグ戦では首位、カップ戦では決勝に進んだもののリーグ優勝が決まる直前に解任された。その数日後にチームはリーグ及びカップ戦で優勝した。 2015年7月、オーストリア・ブンデスリーガの FK アウストリア・ウィーンの監督に就任。2015から16年シーズンではリーグ3位。2016から17年シーズンでは準優勝を果たした。2016から17年シーズン及び2017から18年シーズンでは2年連続で UEFA ヨーロッパリーグの最終予選を突破し、本大会のグループリーグに出場。 AFC アストラジュルジュ、HNK リエカ、ローゼンボリビーケーラを相手に勝利を収め、エースローマとはグループリーグで引き分けた。2019年6月8日、ビッセル神戸の監督に就任すると発表された。就任時の13位から8位にまでリーグ戦での順位を浮上させ、天皇杯ではチームを優勝に導き、クラブ初のタイトルをもたらした。 2020年の富士ジロックススーパーカップでは横浜 F マリノス相手に PK 戦を制し優勝を果たした AFC チャンピオンズリーグでチームを率いた同クラブ初の監督となった2020年9月21日家庭の事情で監督を辞任することを発表したありがとうございます